両者の戦い、どのあたり注目されますか。そうですね、この2人ともこの村田選手、このパンチ細かい割に速いんですよ、細かくて速いんですよ、はい、で相手 の, あの堀井選手もパンチ速いスピードがあるんですよね。そこのあたり噛み合うんじゃないかなと思います、打ち合うんじゃないかなと思いますけどね。さあ第一ラウンドから探り合いなのか、それとも激しく打ち合うのか、どちらも初の K1 の舞台です。赤のグローブ、右のローキックからパンチ、早速ローブローになってしまいました。でも村田選手、この左とか右の蹴りも細かいんですよ、はい、例えばあの右の前蹴りとかもショートで打ってるしてるんで、面白いですよ、特にこの村田健吾は左のフックを得意としています。あの見てましても非常にアグレッシブな印象ありますね。そうですね、でもこのインローって、はい、あの膝を高く上げちゃうと筋的になりやすいんですよね、もっとこの今ちょっと膝が高く上がってしまったインローになってますね、はい、さあ今村田のキックが堀井のローローに入ってしまいました。さあこの村田なんですが、タケル選手の YouTube 企画、それが2021年7月に募集をして、そのトライアウトから合格した一人になりますが、アロンザのプロ選手として K-1 チャンピオンを目指す逸材を発掘するというような企画でありました。このアロンザといいますと、浦部浩也さんが代表を務めているんですけども、その指導を仰いでいるという村田健吾になります。浦部浩也さん の,、はい、あのテクニックを村田選手がこうどんどん吸収しているのであれば、ものすごく楽しみですよね、はい、小さい頃から村田はお父さんに何でもいいから一番になれと言われて、自分にはこれしかないんだというふうに決意をしたそうです。3歳から空手を始めています。一方の堀井海斗の方はアマチュアタイトルで2018年、極真連合全日本ウェイト制の空手道選手権大会軽量級で優勝、頂点を掴んでいます。さあタイムストップがかかっていましたが、さあ開けそうです。注意が一つ与えられました。さあ佐藤さん、はい、まだ始まったばかり、ね、仕切り直しですね。開始早々ですからね、さあダブルのジャブから踏み込んで左フック、そして右のオーバーハンド、さあジャブから、ここは逆に堀井の方が前に出てきた。右のフックに対しては左のフックを合わせていきます。堀井お互いこの距離得意なんですよね、かなり至近距離から左のボディ、飛び蹴り至近距離からですが、アグレッシブのファイトスタイル村田。さあ少し見て左のストレート、そしてミドルキックで右のミドル、さあ堀井も距離を詰めながら、ワンツースリーという形、最後左のボディ、ちょっと村田の方が嫌な顔をしましたが、左のボディを当てていきます。堀井が必死に前に出てますね、この村田の前蹴りとかもあのうまく殺せるように、はい、クッと前に出てるんですね。ちょっとさあまた至近距離や飛び膝、左のジャブ、村田のあの至近距離感は、いいですね。そしてここも前蹴り距離を作りたいんですけども、堀井も距離を詰めながら、さあお互いにここ左のボディが入っている堀井、そのボディ打ち返して村田、そして膝も入れての前蹴り、膝いいですよ、さあこのリードショットから右のカーフキック、右のカーフにはお互いカーフを合わせていくというような形。さあ少し膠着したか、左ボディから左フック、そしてキックとパンチとキックコンビネーションを使ってから左ボディです。村田右ダブルフック、そして左のストレート、腰を削り合いですよ、かなりお互い手数、ここで逆に牽制逆転か、村田の方が離れ際とかの飛び道具あるんですよね、こういう風にたまにこう至近距離から上の攻撃やっておくと、相手がもう気抜けないんで、どんどんスタミナ削れていくんですよ。さあ今度はここは堀井が右のフックから、堀井は飛び道具ないんで、村田は少しあの楽だと思うんですよね、戦ってて。堀井もたまにこの飛び道具があるんですけど、ダブルのジャブが左のボディ、左右ワンツー、そして右のミドル、そして左右と、その村田の手数は止まりません。必死に佐藤さん、堀井の方も距離を詰めてきますね。そうですね、これ致命傷を食らわないようにっていう作戦ですよね、離れると多分この厄介な蹴りが来るんで、さあパンチとキックのコンビネーションは村田です。右のオーバーハンドを決めましたが、堀井の右のフックもここは顔面を捉えています。至近距離から村田、左フック、左のボディの堀井、さあ打ち合いになるか、近づいてもやや
手なんですよね村田が、さあワンツー見せれば堀井も至近距離からワンツー、そして右のフックオーバーハンドを振り抜いていきます。堀井はいいですよ、ワンツー、しかしすぐさま堀井とお互いのターンを待つかのようにパンチ、そしてフック堀井待てながら左上が右上からの振り下ろしストレート、左の最後はボディでした。いやー佐藤さん、どちらもスタミナはありそうですね。これはもう1ラウンド目からスタミナ勝負でいくぜって感じがしますね、お互い。村田は20歳です、今日がプロ3戦目、一方堀井海斗は23歳です、今日がプロ6戦目という選手になります。村田は K1 選手になることが目標ではなく、 K1 チャンピオンになることが目標、そして無敗でクラッシュ、そして無敗で K1 のベルトをつかむことを高みと目指しています。さあ一方の堀井の方なんですが、今年3月にも実は武尊選手のトライアウト出身のファイターと対戦しています。その3月というのはクラッシュ EX で龍樹と対戦をしたんですが判定負けしました。さあ佐藤さん、そうしますと堀井にとっては武尊選手のトライアウト企画出身選手へのリベンジという思いも当然あるでしょうね。どうですかね、あるのかな、ね、もうなんか間接的 なんかちょっと代理戦争、はい、確かに。さあ第2ラウンドが始まりました。また至近距離から先に左のフックを出していったのが村田の方。さあ左でボディ入っています、ボディにまた来るんですけど、飛び膝に対しては右のフックカウンター返していく、そこから待つ飛び膝だね、そして右のフック盛り返し村田、そして右のボディ最後インロー、ボディに対しても左のフック村田、ボディ打ちから上下散らしています。ただボディのフック、そしてボディさらに右のフックを泳がせて、今度は村田左に攻めてフック、右のフック、村田が回ってるんですよ。そうですか、はい、サークリングして打ってるんで、堀井はもうどこに村田がいるか分かってないんじゃないかな。ただ堀井もこれロープを背負った状態だったんですが、その相手村田の位置も分からない中でしっかりと振りながら、はい、依然としては左のフックは右フックは手に切ります。左ボディ村田飛び膝、そこに対して堀井のフックは手に切っています。いやグローブとグローブを合わせたこの至近距離からミノフック村田、左のボディ入っている、ガードの隙間からフック、そしてアッパーと2発連発村田、そしてパンのパンチからフックのコンビネーションはボディです。インド村田、インドに対してインド、いや同じようにこのフック右左打ち分け、ボディから今度はフック村田、ただ止まらないですね、攻撃は。そこにガードの隙間から村田の方はアッパーを一つ左でも織り交ぜています。おーどうも回転切りだ、まだまだ佐藤さん村田の方は引き出しありそうですか、ね、すごいですね、結構きつい試合なんですよねこれ肉弾戦で、こういう時にあんま飛んだり上の蹴り切るのってきついんですけど、はい、村田バンバン出してきますからね。今度は右のオーバーハンド、少し堀の方ぐらついたか、右のグラブ、しかし堀も合わせていく、あのさっきも堀が押し込められるかなと思ったんですけど、はい、もうしっかり今逆襲してますよ、右のフック村田、技のバリエーションは村田の方が上なんですけど、堀も技のバリエーション少ないですけど根性で頑張って戦ってる感じですね。右のフック村田です、左のボディを当てていきました村田、いや依然として佐藤さんこの距離感というのは変わりませんね。そうですね、まあ、技術的にはあの村田の方が一枚 上なんですけど、その精神力で堀が補ってる感じがします。村田はこの堀の左のボディをこう中心にここもそうですね、そして右のカーフキック、堀ちょっとここは距離が合っていないか、堀のパンチ、ここで第2ラウンドが終了です。バリエーション豊かに村田が打っていても堀井が結構意に介さないですよね、第2ラウンド少し落ち着くかなと思ったんですが、様相は第1ラウンドとほぼ同じような感じ、そうですね、はい、熱戦ですね、熱戦。さあスタミナ的には佐藤さんどうでしょうか。
これお互いねきついと思うんですよね。村田なんか1ラウンド目から飛びまくってるんで、結構きついと思うんですけど、まだ運動量落ちてないですし、まあ、ここで胴回し回転蹴りも出ますし、はい、こう3ラウンド目も本当このままの運動量でいくんであれば、まあ、本当に彼自身が言った言葉は嘘ないなと思います。無敗でクラッチのチャンピオンになって、無敗で競馬のチャンピオンになるって言ってもおかしくないぐらいの練習はしてるんだろうなと思いますね、はい。特にこの村田の方は堀井の左のボディ、そこから顔面左のフックと攻撃をつなげていきます。ただ堀井の方もそれほどバリエーションが多くない、だってシンプルな中でもしっかりと至近距離を保ちながら、でもやっぱね、こうやってあのプレリミナリーのうちとかはこういう風に全力を尽くし合うことも、はい、成長できますからね、さあ最終の第3ラウンドが始まりました。ラッシュをかけていったのは堀井の方だ。右の膝、左のフック返していくのは村田、インの村田です。ちょっとここは空を蹴った形になります。村田のフック、さあ逆に回り込んでいく、さあ右のボディ打ちから顔面へ、村田お返しと言わんばかりの堀井のパンチ、左のボディから右のフックを見せていきます。バックスピンキック、ただすぐさま左のボディを返していきます堀井です。いや佐藤さん、お互い譲っていません。左のボディ全く譲ってないですね。この近距離になっても相手の右足のインローにも打ってるんで、この距離からでもローキック打てるんですよ、お互い、はい。近い中でもう空手だなって感じですね、はい、ボディ打ち、それから飛び膝も交えてという村田、右のフックだ、左に効いているか、右だ、効いたけど前に出続けますね、その堀井が距離を詰めて耐えています。左のボディを打っていきます堀井、さあここは入れ替わる、村田のこのサークリングがものすごくうまいですね、そしてお互いに左のボディからワンツースリー、村田今度ワンツー、さあしかし堀井の目を信じてはいない、膝に対してストレート、これは左、堀井の目は全く知れないですよ。ラッシュをかけていくのは堀井、堀井がラッシュをかければ村田もワンツースリー、それ以上のラッシュ、本人も技のレベルで負けてること分かってても、はい、それでも気持ちで前に出てる、左のボディから左のフック、いやー手数も止めない堀井です。堀井が3つ出せ、そして村田も3つ返していく、村田が4つ出せば堀井が4つを返していく、それと止めた、お前が来るなら俺も行くぞって感じですよね、いや右のストレートを村田捉えています。さあちょうど残りが1分です。気持ちのいい指導ですねこれは。さあ佐藤さん、ここまで来るともうあとは気持ちと気持ちなんでしょうか、はい、右のローキック、もうずっと気持ちで、と気持ちで戦ってますね、左のフック、左のボディ打ちは村田、左の膝、少し威力は衰えてきている、お互いのキックとパンチ、そして左のフック、村田です。ただ堀井の左のフックもしっかりとこの至近距離の中で村田を捉えています。残り28秒、右のストレート、村田左フックから右につなげる、ガードの隙間、ストレートを狙っていくのは堀井、左のボディからまたフック、村田、そして堀井は膝、サークリングからワンツーワンツースリー、堀井、さあ最後の互いの手段、残り時間はわずか、気持ちで上回るのはどちらだ、右のストレートが左のミドル、最後は村田、お互いに今持てる全てをこのリング上でぶつけました。さあ佐藤さん、はい、見ていて本当にすがすがしいほどの殴り合い、それから蹴り合いでしたね、手に汗る、手に汗握る熱戦でした、はい、さあ本戦前のこのプレリミナリーファイトになりますが、3分3ラウンド延長はありません。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。さあでは判定を聞きましょう。ジャッジ西村30対27、分かれた、赤村田、赤村田一票、ジャッジ福永30対27、赤村田、ジャッジ岡田30対28、赤村田、以上判定3対2をもちまして勝者赤コーナー村田健吾3対0、これでプロ
3戦目3戦とも勝利という村田健吾。いやそれにしても判定で勝ったのは村田健吾なんですが、堀井海斗の負けん気の強さというのもこれ放送席の方まで伝わってきましたね。そうですね、気持ちの強さ見せてくれましたね、堀井のおかげでより村田の強さがまた際立ったというのもありますから、この村田は左のフックを得意としているんですが、特にボディへのフック、それから顔面を捉えるフック、至近距離から非常にインパクトを残してくれました。いや佐藤さん、これから村田もそうです、堀井もそうです、楽しみな選手ですね。はい、本当楽しみですね、はい、期待してます。勝ったのは村田健吾、デビューから負けなし無傷の3連勝、その物語はまだ始まったばかりです。